誰に？北斗のケンシロウ。ケンシロウ、あの恐怖のラオウすら倒した男が。申し上げます、直轄軍は崩壊、ケンシロウは徐々に帝都に向かっています。せめてな、ないじゃないか。いかん、天空の闇に光るは北斗、闇は邪悪を狂わせる。バーミカー、ケンシロウを倒せ。さもなくば徹底の命はないぞ。すまん、ゲントの先人たち、このファルコでゲント貢献2000年の歴史が終わるかもしれぬ。思えば今日のこの混乱は全てこのファルコの甘さが原因であった。ウヌの片足確かにもらった。その片足、ウヌの村どころか一国にも値する。出てこい、そこのネズミ。邪神に満ちた目を。ファルコ、この男を今すぐ殺すがよい。さもなくばこの男、ウヌにとって最大の災いとなろう。待て、お前は自分の母親の前で俺を殺すのか。お前の母親は俺の育ての親、その母の前で俺を殺せるなら殺してみろ。老いた母の祈る姿が俺を思いとどまらせた。その母が死ぬと同時に、奴は保身のために天帝を幽閉。天帝の名において帝都を築いた。全ては俺の甘さゆえ。帝都の中心部に仕掛けた爆薬の起爆装置だ。もし俺がケンシロウに敗れたならば、そのボタンを押せ。このファルコが倒れれば、邪悪は天帝を殺し、すべてを天帝の席として逃げ出すだろう。すべての発端がこのファルコならば、この死と共にすべてを天へ持って帰ろう。しかし、あなたを愛するミュウ様は。ミュウ。起爆装置は私に。ファルコ様の死は、このミュウの死。一緒に連れて行ってもらいます。もはや思い残すことはない。エント貢献伝承者としてケンシロウに戦いを挑もう。どうあっても引けるか。エントの定め、引けぬ。Yeah!
定が凛を。わからない。でもはっきりと天帝が私を呼ぶ声が。よし、帝都の中へ行こう。とにかく天帝を抑えれば帝都は落ちる。歩兵、こっち、こっちよ。鳴き声がだんだん強く。よし、急ごう。バト、俺はこっちに行く。俺はもともと賞金稼ぎだ。人探しはお前たちに任せる。ジャコーの首を取ってくるぜ。好きにしろ。船の行動は密定によって全て筒抜けになっておるわ。この箱がファルコが仕掛けた起爆装置か。お前がわしに近寄ったのは天帝の居場所を探すためか。この邪行を裏切った者は誰一人として許さねえ。かよ、押せ。なんで貴様。お前が総督の邪行だな。この邪行に手をかける気か。恐ろしいことになるぞ。しゃらくせ。いけません。その男を殺しては。その男が天帝の命を握っているのです。殺せば、ファルコ様の命をかけた戦いが無駄に。それじゃあファルコは。わしに逆らう者は皆死ぬのだ。しまった、落とし穴か。凄まじき剣、お前はまだ北斗神拳の真の力を知らない。北斗神拳の奥義を見たとき、お前が死ぬときだ。貴様こそ思い知ることになる。玄徳光剣の威力を。全てに決着をつけねばならぬ。そして二人の悲しき創世の運命に終止符。鍛え抜いたこの足は攻守に一切の資格を持たぬ。お前といえどこの蹴りを見切ることは不可能。これまでだ、ファルコ。もはや勝負はついた。それはどうか。この下から聞こえてくるわ。そんなはずは。大丈夫か、リー。
私がもう一人。天を二つに割ったのは、今日の乱れを呼んだのは、若き日のファルコなのだ。双子。天は一つ。このまま創生が育てば、天は二つに割れよう。殺すのだ、ファルコ。これが玄徳王権伝承者の務め。やはりこのファルコ、悪魔にはなれぬ。それであの方は自分の叔父夫婦にあなたを預けたのです。あなたの出生の秘密を隠して。リン、あなたのことは聞いていました。悲しい妹の話を。どこにいるの、リン。リン、ごめんなさい。あなたには辛い思いをさせたので。いいえ、姉さん。捨てられた私の方があなたより幸福でした。ファルコを操るためだけのもの。だがもう天帝の命は必要ない。ケンシロウもファルコもすでに力を使い果たして、この邪行でも十分にぶち殺せるわ。俺の傷ではない。ファルコと剣の戦いを止められるのはお前とルイだけ。奴らの血を拭ってやるのだ。俺は必ずここからお前たちを出してみせる。まだ天は俺たちを見捨てちゃいないようだぜ。貢献2000年、すでに僕と古きの奥義は伝授されておる。この命を奪えたはず。わからぬ。
だがお前の目、何かを語る目が俺の剣を止める。この岩盤をぶち抜いて地下水を吹き出させ、お前らを脱出させる。そんな道具もないのにどうやって。こいつよ、この拳でぶち抜けねえものはねえ。ダメだ、今のお前の体ではそれ以上無理をしたら。頼むぜ、我が愛しの原骨よ。巻き添えにネズミもあの世へ送ってやったわ。次は貴様らが死ぬのだ。発射よーい。ケン、バルコ、徹底は無事だ。敵はジャコーだけだ。しっかりしろ、アイ。お前にはアスカを見守ってやる仕事が残ってるだろう。俺はお前がいるから何も心配してねえよ。これのために死ぬってのはなかなかのもんだぜ。少しかっこよすぎるな。バカ野郎、てめえかっこよすぎるよ。血を持った同胞の死に応えてくれ。決着をつけるのはお前だ。すまん。おい剣士の線、俺がファルコを倒したら見逃してくれるか。いいだろう。倒せたらな。いいやつ。今のファルコ、ブリディも倒せるわ。貴様のために何人が苦しみ地獄に落とされたことか。その度に
何度心を殺してきたことか。恨みなどという言葉では生ぬるい。この世から失せろ、邪行。ルイ様、よくぞご無事で。あなたに比べれば私が背負った苦労など、せめてその体の傷だけは私に拭わせてください。マルコ、ありがとう。アイン、見えるか、お前が死をかけて望んだ光景だ。確かに告げよう、お前の最後を愛娘アスカに。そして語り続けよう、お前の生き様を。いない、リン様が。リン、きっとまだ地底に残された奴らを助けに行ったに違いない。しっかり。リン様、なぜテート内に戻ってきたのですか。この中にはまだ先だったテートの兵がゴロゴロしているのですよ。でもあなたや取り残された人たちが。大丈夫ですか。ジャスク、アルコの作ったこの爆弾でみんな吹き飛ばしてやる。そしてケンシロウ、ファルコ、貴様らをはるかに過酷な戦いに叩き込んでやるわ。崩壊していく。なぜ、どうしてリンだけ。やっと一緒になれたというのに。心配はいらぬ。この俺がいる限りリンは死なん。泣いてもいいのよ、思いっきり泣いても。私泣かない。私が泣いたらパパ眠れない。アインはきっとこの子が寝つくまでは眠らない父親だったのでしょうね。これパパの、きっと喜ぶと思うから。はい、約束しよう。お前の死は決して無駄にはしない。